日本共産党の倉林明子です。今日報道もありましたけれども、ライドシェアの部分解禁ということで、4月から始まりました。対象となりました京都市域もですね、対象になっておりまして、不足車両台数が最大490台というふうにされております。でその根拠として、示されているもの、資料として今日お付けしましたけれども、1枚目タクシー不足の現況というものがあります。これは下赤枠で囲ったところが京都市域の、マッチング率の状況というものを調べたものなんですが、観光シーズンということが下になっておりまして、明らかにこのマッチング率が低いという傾向が見て取れるんですが、京都はこの観光シーズンでない場合とのマッチング率の差っていうのはすごく大きいんですよね。これ見ていただいた通りかと思います。ところが、2枚目に入れておりますように、営業区域ごとの不足車両数ということで言いますと、これはシーズン関係なしに数字は1本ということになっているわけですね。改めて確認したいんですけれども、この不足車両最大490台とされた根拠は何でしょうか。国土交通省大臣官房船本審議官。お答え申し上げます。営業区域ごとの不足車両数につきましては、タクシーの配車アプリ会社にご協力をいただき、その不足数を、そのデータを活用いたしまして、その不足車両数を算定してございます。具体的には、曜日や時間ごとのタクシーの配車の申し込み数に対して、実際にタクシーが配車された数の割合、これマッチング率と呼んでございますけれども、この数値を基礎として、当該営業区域のタクシーの稼働台数を勘案した上で、どの程度の追加車両があれば需要に対応できるかを算定したものでございます。倉林明子君。で調べたら差があるんだけれど、1本になってるって今説明になっていたのかっていうことで、ちょっと不十分な説明だったのではないかと思うんですよ。現状でね、京都市域で見ますと、アプリ以外のマッチングっていうのが広くあるんですよね。で流しで拾えるっていうマッチングもあれば、無線による配車もあるし、京都駅のタクシー乗り場などですね、設置されてる乗り場でのマッチングっていうこともあるわけですね。で秋のシーズンを除いてですね、タクシー不足の現状っていうのは、私京都ほぼ毎週帰ってますけども、ありません。はい。でアプリだけのマッチング率でね、不足を見るっていうのは私無理があると思うんですよ。で実態も正確に反映してないということが言えると思うんです。で京都市域でのタクシー車両、これ登録台数5574台となっております。そもそもですね、タクシーの台数が不足してるんでしょうかと、そこで数字で確認したいのは、稼働率は何パーになってるでしょうか。直近でお願いします。船本審議官。はい。京都市域交通圏のタクシーの、実動率でございますけれども、令和4年度実績に基づきますと 63% でございます。倉林明子君。だからね、不足してるのはね、タクシーじゃないんですよね、運転者なんです。で運転者が不足した最大の要因は一体何だったかという分析踏まえた対応いると思うんですよ。で2002年のね、規制緩和、これがものすごく効きました。新規参入増車、これ自由化によりまして、賃金労働条件が低下で運転者不足を招いたわけですよね。で加えて、コロナがありまして、需要が一気に低迷するという事態になりまして、運転者の離職が加速されました。タクシー業界の運転手 の, 離職の最大の理由っていうのは、低賃金に他ならないと指摘したいと思うんですね。でそこで今回の部分解禁で、自家用車の登録車両数、これ上限ない、規制ないんですよね。
運賃はタクシーと同程度ということになりましたけれども、タクシー運賃の8割にするんだという改革内容、今後についても示されているわけですね。私ね、今後ですね、全面解禁となりますと、車両数の増加と同時にこれ料金のダンピングが起こりかねないと。でタクシー運賃が下落するということになりますと、人手不足さらに深刻化するんじゃないかということを非常に懸念しています。で現場からそういうことから反対の声も大きく広がっております。加えてですね、この、一般のドライバーが参入することによって、プロのドライバーが排除されかねないと思うわけです。これライドシェアの解禁、全面解禁なんていうのはやめるべきだと思います。いかがですか。国場国土交通副大臣。今回の自家用車活用事業はタクシー会社の管理の下でタクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を地域の自家用車や一般ドライバーで補う運送サービスであります。タクシー会社が事業に登録しておける自家用車の数には制限を設けていませんが、時間帯ごとに実際にタクシー会社が使用できる自家用車の数は地域ごとのタクシーの不足分の範囲内に限る制度としております。このように自家用車活用事業はタクシーと合わせた供給が需要に対して過剰にならない制度設計をしております。また自家用車活用事業に限らず、地域の自家用車や一般ドライバーの活用にあたっては、供給過剰などによりタクシー事業の運営、タクシードライバーの労働環境、ひいては地域の移動なしの確保に悪影響を及ぼすことのないよう、今後とも丁寧に議論をしてまいります。倉林彦君。いや、ライドシェアがいつの間にか自家用車活用事業っていうね、呼び方変わってるんですよね。ライドシェア本当に大丈夫かという声が、声を受けてのことかと思うんです。私は先ほども指摘しましたけれども、そもそも不足台数っていうのが、マッチング、アプリによるマッチングの調査が根拠になってるんだけれども、そもそも不足の実態っていうことを正確につかまないままね、スタートするっていうことは非常に危険だというふうに思います。今回のライドシェアの部分解禁によって、二種免許を持たない一般のドライバーが運転可能になると、これ、初めてのことですよね。で、一番の懸念はやっぱ安全性が後退しないかと、ここだと思うんですよ。言い切れますか。国場国土交通副大臣。自動車による輸送サービスについては、車やドライバーの安全性、事故が起こった際の責任、適切な労働条件の3点が大変重要であると考えております。このため今般の自家用車活用事業では、許可基準においてドライバーの点呼、指導監督及び研修が実施される体制が確立されていること、輸送の安全上支障のないよう自家用車ドライバーの他業での勤務時間を把握すること等を定めるとともに、実際に運行する際にはタクシー会社がタクシードライバーに対して行っているのと同様に、運行管理、車両の整備管理などを行うこととしております。このように自家用車活用事業では、タクシー事業者の管理の下で行う運送サービスとすることにより、安全安心を確保しております。倉林彦君。いや、一般のドライバーへの解禁なんですよ。いろいろね、タクシー会社に管理させる言うたって一般のドライバーなんですよ。で、そもそもですね、これ白タクは禁止されしてるのが、禁止してるし取り締まりの対象になってるんですよ。私、導入してはならないっていうのがライドシェアだと重ねて申し上げたいと思います。そこでですね、今のタクシーについての安全性っていうのは、さまざまな規制によってですね、担保されてきてるんだけれども、中でもですね、最も高い安全性を要求してるっていうのが、私は個人タクシーだと思います。改めて主な資格要件はどうなっているのか、ご説明いただきたい。船本審議官。
お答え申し上げます。個人タクシーの資格要件でございますが、人口がおおむね30万人以上の都市を含む営業区域における要件と、それを含む人口がおおむね30万人以上の都市を含まない営業区域における要件の2種類がございます。京都市域交通圏はこの人口がおおむね30万人以上の都市を含む営業圏ということでございますけれども、こちらの要件については次のとおりでございます。申請日現在の年齢が65歳未満であること、有効な第2種運転免許を有していること、年齢に応じた運転経歴および無事故無違反要件を満たしていること、事業を行うに十分な資金を有していること、営業所、車庫、車両を有していること、運転に支障のない健康状態であり、また運転の適性を有していること、法令および地理に関する十分な知識を有していること、以上でございます。倉林愛子君。健康状態の、管理も含めてですね、事故が起こった時の保険についてもですね、最大の保障となるように無制限で入っているという人は本当にほとんどかと思うんですね。安心安全が最も担保されているということで、確認できるのは個人タクシーになっていると思うんですね。京都は大変個人タクシーのシェア率も高いです。そして地域の特性から言っても、観光を支えるっていう本当に大きな役割を担ってもいただいているということを言えると思うんですね。で、ところがですね、この個人タクシー事業者は今どういう状況に置かれているかって言いますと、インボイスの導入、これによって新たな課税事業者になることの選択を迫られて、選択すれば増税ということになります。じゃあ登録事業者にならないという選択した場合どういうことになるかっていうと、アプリ配車からはね、排除されるんですね。で、除外されるという実態が起こっております。で、登録事業者となったとしてもですよ、実態どういう運用になってるかっていうと、タクシー会社優先配車っていうのがアプリの特徴でもあるんですよ。そうするとですね、マッチングの枠外に登録事業者になっても置かれるということが起こってるんですよね。最も安全な資格要件を満たしている、こういうプロのドライバーが支える個人タクシー、これ業界からですね撤退させると、こんなことはねあっちゃならんと思うんですけれども、いかがですか。国場国土交通副大臣。個人タクシーは国民生活や地域の足を支える重要な公共交通機関としての役割を担っております。先ほども申し上げたとおり、地域の自家用車や一般ドライバーの活用にあたっては、供給過剰などにより個人タクシーを含めたタクシードライバーの労働環境に悪影響を与えることのないよう適切に対応してまいります。倉林彦君。規制緩和でね、本当に運賃が下がったという事態を招いて、さらに今度はライドシェアの解禁ということで、安全性を確保してきた事業者、プロの、ね、ドライバーが市場から撤退せざるを得ないというような事態を本当起こしてはならないと思うんです。で、公共交通で市民の移動の自由を保障すると、こういうドアツードアで、とりわけ障害を持った方たちにとっては、タクシーっていうのは安心安全が大前提の乗り物であって、移動の自由を保障するっていう意味で大きな役割を果たしてるわけですよね。運転者の労働環境の改善および安全の徹底、これこそ利用者の安心につながるということになると思うんです。こういうことをきちんと本当にどう担保していくのかということを抜きに、また今労働者の賃金が十分に戻っていないと、生活できる、給与になってないという現状を踏まえればですね、全面解禁などもってのほかだと申し上げて終わります。